きつけ。はい、羊コーヒーの森です。本日は蒸らしがコーヒーに与える影響について調べてみたいと思います。プアオバをするときに最初に蒸らしっていう工程入れると思うんですけれども、まあ、これが30秒だったりとか20秒だったりとか、まあ、参考書によっても違いますし、まあ、うちで言ったら焙煎度とか、豆の粒度とかに合わせたりしてるんですけれども、まあ、果たしてこれがその後のクオリティにどれぐらい影響するのかっていうのをちゃんとまあ調べてなかったっていうのと、まあ、ものすごくですね、調べてくださいっていう意見が多かったので、こちら今日はやってみたいと思います。でまあ、実験の内容としては、まあ、ブリックスと、まあ、一応ペーハーも測ってみようと思うんですけれども、なるべくですね、その蒸らし以外の条件を揃えた抽出液を作って、測定するという方法でやってみたいと思います。で以前の動画の流れですと、アメリカンプレスで、ちょっとやってみようと思っていました。アメリカンプレスってそのコクとかあっさりとかっていうこの表現を蒸らし時間で変えてくださいっていう器具だったので、まあ、ここの検証にすごく向いてるかなと思ったんですけれども、まず一つ目がアメリカンプレスっていうその器具のユーザーがものすごく少ないっていうところ、それと、まあ、どっちみちですね、そのプアオーバーに応用するときに多分こっちのデータも欲しくなっちゃうと思ったので、まあ、最初からプアオーバーという方法で取ろうかなと思いました。じゃあ今日はそんな感じで進めていきますのでよろしくお願いします。では始めます。はい、では始めていきたいと思います。今日用意するサンプルは3つです。蒸らし時間0のものと30秒のものと1分のもので、それぞれがどれぐらい液性が違うかっていうのを調べていきたいと思います。今日サンプルとして使う豆なんですけれども、ニカラグアのジャバニカで中入りのコーヒーを選んでみたいと思います。中入りの方が成分がですね、まあ、バランスがよく入っているような気もするので、それでやってみたいと思います。で抽出条件とかは全ていつも通りというような感じであまりこう変えずにやっていきたいと思います。では始めていきます。はい、ではまず蒸らしなしのものからスタートしていきます。温度は88度です。で全体を、まあ、蒸らし時間プラス1分くらいの感じでやろうと思っています。まあ、1分以上かけてしまうと、まあ、蒸らし以外の効果が出てしまうと思うので約1分ぐらいで落としていきます。はい、サンプルの一番完成しました。はい、続きまして30秒間蒸らしを入れます。注いでいきます。はい、サンプル2番完成です。はい、では1分間蒸らしていきます。はい、注いでいきます。なかなか1分間蒸らす人っていないと思うんですけれども、こう今画面上で見て分かりますかね、こう炭酸ガスがある程度もう抜けた状態になっていて、すっとこうお湯が入っていくような感じ、
になりますね。なのでこうスルスルとこう抜けていくような感覚があるんですけれども、どうなんでしょう、これがどれぐらい影響出てるのか。たまに蒸らしをしたまま忘れてしまう時があって、そうするとこんな経験したことあると思うんですけれども、まあ、その状態ですね。はい、じゃサンプルの3番が完成しました。はい、では測定していきます。まずpHから測っていきます。こちらが抽出に使ったお湯です。まず、お湯のpHが、7.95 です。ではまず、蒸らしなしのものから測っていきたいと思います。 4.33。 はい、続きまして30秒のものです。はい、4.31。 では1分のもの、はい、4.27。 はい、ではブリックス測っていきたいと思います。まずゼロ合わせします。はい、蒸らしなしのもの、はい、1.7。 はい、1.8。 はい、1.8 です。はい、続きまして蒸らし30秒のもの、はい、2.0。 はい、2.0。 はい、2.1 です。では最後に1分蒸らしを入れたものを測っていきたいと思います。はい、2.3。 2.3。 はい、2.3 です。以上で実験終了です。考察していきます。はい、実験終了しました。こちらが入れたコーヒーです。まず見た目の印象からいきたいんですけれども、こちらが、蒸らしゼロのもので30秒60秒となってるんですけれども、まず色がですね、蒸らしゼロのものは結構赤いような色をしていて、で蒸らしが長くなるにつれ濃くなっていくっていうような印象を受けます。で実際ちょっと飲んでみたいと思います。うん、かなりこうすっきりとしてコクがない感じなんですけれども、酸味がこうしっかり分かる感じ。あ、ちょっとコクが出てきて苦味も少し出てきて、軽やかな酸味があってすごく飲みやすいですね。ああ、ここまでいくと結構重厚感があってこうジューシーな感じ、果実感とかそういう感じがあると思います。で変えたのは本当にこう蒸らしだけっていう状況なんですけれども、かなり見た目の印象から変わりました。数字で見てみると、測定値なんですけれども、まあ pH は多分誤差の範疇かなっていう感じなんですけれども、 4.33、 4.31、4.27 ってことで、まあ、こちらに向けて酸性になっているっていうような状況です。ただブリックスなんですけれども、こちらは結構違っていて、アベレージで、こちらが 1.76 で 2.0、 2.3 というふうに変わりました。まあ、見た目もですね、色が違うので、まあ、そのまんまなのかなっていう感じもしたんですけれども、よりですね、こちらの方が屈折率が高くなっている。で、まあ、どういうことなのかなとちょっと考察してみると、まあ、蒸らしがですね、その溶解度とかその溶ける物質にこう与える影響として、やはりこう溶けやすくする作用っていうか、もちろんですね、こうお湯を注いでいった時に一番最初に溶けていくのは当たり前ですけど、お水に溶けやすい物質になります。それは何かっていうと酸味成分。このコーヒーがすごく酸っぱいっていうのはそういうことで、まずは溶けやすいものから溶けていく。で、苦味成分とかコクを出すような分子量の大きい成分っていうのは後から溶けていく。なので蒸らしが、少ない場合に関しては、溶けにくい成分に関しては溶けなくなってしまうっていうような現象が見られました。じゃあ、この結果をどういうふうに、抽出に応用していくかっていうと、まあ簡単に言えばさっぱりさせたければ蒸らしの時間は短く、でコクを出したければ
蒸らしの時間は長くっていうのが、まあ、基本的なんですけれども、焙煎度で言えば例えば浅煎りのコーヒーを入れた時に、浅煎りっていうのはもともと苦味成分が少なかったりとか、どちらかといえばお水に溶けやすい成分の方が多かったりするので、蒸らす時間っていうのはちょっと長めにとります。そうするとコクを出す成分とかが少しだけ溶けやすくなるのでバランスが取れる。で、逆に深煎りとか、たくさん苦味成分が含まれていて、ただでさえどんどん苦味が出てしまうものに対しては、蒸らし時間は短めにとってそういうものを落とさないっていう工夫をする。そうすると蒸らし時間で味のコントロールができると。はい、今回の実験の結果をプアオーバーとか、いつも入れているコーヒーのレシピに応用するときは、ぜひですね、蒸らし時間を10秒ぐらいに切ってみて何度か試してみてください。10秒でもかなりこう味が変わるので、何度かトライしてみるのがいいんじゃないかと思います。はい、じゃあ今日はこんなところで蒸らしに関する実験終わりにしたいと思います。また何か、分からないところや、疑問点ありましたら、質問コメント等々お待ちしておりますのでよろしくお願いします。では失礼いたします。